漢字。漢字は中国古代の工画文明で発祥した、兵庫文字。四大文明で使用された古代文字のうち、現用される唯一の文字体系である。また史上最も文字数が多い文字体系であり、その数は十万字を超え、他の文字体系を圧倒する。古代から周辺諸国家や地域に伝播して、漢字文化圏を形成し、 言語のみならず文化上の大きな影響を与えた。現代では中国語、日本語、朝鮮語の記述に使われる。20世紀に入り、漢字文化圏内でも日本語と中国語以外は漢字表記をほとんど廃止したが、なお、約15億人が使用し、約50億人が使うラテン文字に次いで、世界で2番目に使用者数が多い。 ラテン文字に代表されるアルファベットが一つの音歌を表記する音素文字であるのに対し漢字は一般にそれぞれが個別の意味を持ち音節に対応している形態素である。しかし現代中国語の単語は大部分が二つ以上の漢字を組み合わせたものになっている。本来一字が一義を表すことだけを重視して表意文字としてきたのだが これは古代中国語の一音説が一つの意味を表す、孤立語的な言語構造に由来するのであって、正確には音と意味両者を表記する、標語文字である。つまり、一字が一語を表しているのである。このような漢字の特徴から伝統的な文字学では、漢字を形、音、義の三要素によって分析してきた。しかし、 一つの音の持つ語が派生義を生んで一字が複数の全く正反対のあるいは無関係で一方の字儀からは想像することはできないような字儀を持っていたり読みが変わって複数の字音を持っていたりする場合もある。また外来語を表記する場合など単純に音を表すために作られた漢字もあり字儀を持たない場合もある。字儀の有無を問わず 一音節を表す文字という点において、音節文字である、日本語のかなとは近い関係にある。中国に朝貢をしていた朝鮮、琉球王国、ベトナムでは、古代中国から漢字を輸入して使用した。日本もまた中国の勢力下に入ったことはなかったが、漢字を輸入し使用している。また、シンガポール、マレーシアのように、中国から移住した人たちが多く住み、 漢字を使用している地域がある。これらの漢字を使用する周辺諸国を包括して漢字文化圏と呼ぶ。日本では、カニやツコクオイミや古墳時代の稲荷台一号墳に埋蔵されていた鉄拳の名文記載が日本における初期の漢字事例とされており、また近年の研究で朝鮮半島を経由して伝来した文字、使用方法が存在する可能性が指摘されている。 現在、漢字は中国、台湾、日本、韓国、シンガポールなどで文字表記のための手段として用いられている。しかし、近年の各国政府の政策で漢字を簡略化したり、使用の制限などを行ったりしため、現在ではこれらの国で完全に文字体系を共有しているわけではない。日本ではかな、韓国ではハングルなど、漢字以外の文字との併用も見られる。ただし、 韓国では、現在は、漢字はほとんど用いられなくなっている。また、北朝鮮やベトナムのように、漢字仕様を公式にやめた国もある。しかし、漢字は使わなくなっても、漢字と共に流入した恋が、各言語の語り草として大きな割合を占めている。また、漢字音は、地域、時代によって変化し、地域により発音が違う。しかしながら、遠言となる、 中高音から各地域の音韻変化に従って、規則的に変化しているため、類推可能な共通性を持っている。また地域により発音が違う場合でも、同じ字で表すことができるため、国境を越えて、漢字を使った筆談でコミュニケーションを取ることもある。アザ型の複雑さから手書きする場合には、書き間違いや省略などによって字体は、場所と時代によって、少なからず変化してきた。 そうして変化した時代のうち、ある程度の範囲に定着した俗字が、各国において政治に選ばれ、字型にわずかな差異が見られる場合がある。また、地域音や地域特有の時期を表すための国字、方言字や遺体字も多く作られてきた。日本の国字、和製漢字もその一種である。中国語の音節の数は、現代普通話の場合、 成長の組み合わせを考えても、1600種未満であり、音節文字であれば、これだけの文字種があれば足りる計算になる。しかし、同音異義の語を、部種を付けるなどの手法を用いて区別する漢字は、五千種、前後が同時代的に使用されてきた。これに、時代の変遷による時代の変化、同じ時音、時義を表すタイアザ、 地域編集などを加えて整理すると簡単に1万を超す漢字が集まることになり、歴代の辞書は時代が下るにつれて多くの漢字を集め、1994年の中華あざかに至っては85,568字を収録している。ただしほとんどの文字は歴史的な文書の中でしか見られない使用頻度の低いものである。研究によると中国で 機能的式字状態にならないようにするには、3000から4000の漢字を知っていれば、十分という。近代以降、遺体字を整理したり、使用頻度の少ない漢字の利用を制限しようとする、動きは何度もあったが、現在でもその数は増え続けている。常に、新しい字が創作されるため、過去から現在に至る過程で、どれだけの数の漢字が作られたかは明確ではない。例えば、 既存の中で考慮される漢字がない何かしらの意図を表現するために新しい種類が作られてきた。漢字の理論とは万人に開かれたもので適当と思われれば新たな漢字を作ることが誰にでもできる。しかしながらこのように発明された漢字は公的に認められた一覧からはしばしば覗かれてゆく。以下に主要な歴史的中国語辞典辞書が再録した漢字数を表す。 中華あざかいが再録していない漢字もある。例えば、日本で作られた告示は約1500あり、その数は無視できない。中華民国、台湾教育部の伊庭屋座辞典第六版によれば、漢字の政治数、異体字を含まないは29,921字である。また、コンピュータで処理するための文字集合では、 ユニコード10.0が87,882字以上を収録、根弱文字経がおよそ16万字を収録するなど、さらに多くの漢字を集めているものもある。伝承によると、中国における文字の発祥は、皇帝の第二、宗潔が砂浜を歩いた鳥の足跡を参考に作った文字とされる。また、液経には、成人が漢字を作ったと記されている。 考古学的に現存する最古の漢字は、陰において、占いの一種である僕の結果を書き込むための使用された文字である。これを現在、甲骨文字、吉光十骨文と呼ぶ。甲骨文以前にも文字らしきものは存在していたが、これは漢字と系統を同じくするものがあるか定かではない。当時の占いは、亀の甲羅や牛の肩甲骨などの裏側に小さな、くぼみを、線、うがち。 火に炙って熱した金属棒、制銅性といわれるを差し込む。しばらく差し込んだままにすると熱せられた表側に亀裂が生じる。この亀裂の形で吉境を見るのであるが、その占いをした甲骨に占いの内容、結果を彫り込んだのである。現在存在する中での最古の漢字は、隠居から発掘される甲骨などに刻まれた甲骨文字である。その内容は、陰王朝。 第二十二代武帝の頃から書かれたものであるため、それ以前には新石器時代の遺跡等で発見される記号はあっても文字として使用できる漢字が出来上がったのは紀元前千三百年頃のこの頃だと考えられる。この甲骨文字は物の見たままを描く象形文字であり、当時の甲骨文字は絵に近い様相を持つものも多かった。その一方である種の事態を表現する動詞や、 形容詞の文字も存在した。例えば、律の原型である人が地面を表す横棒の上に書かれた字、指示文字、女性が子供をあやす様から、吉見や人が木のたもとにいる様から、旧などの字、会位文字もすでに含まれていた。さらに、同音の単語をすでにある別の字で表す代用字もすでにあり、例えば鳥の羽を示す翼の原型は、 同音で次のことを示す単語に重要され、これが後に欲となった。このように、すでに現在の漢字の書体に似通っている部分が見受けられ、非常に発展したものであり、おそらくはこれ以前から発展の経路をたどってきたものと見られる。最古の漢字には左右や上下が反転したものや、絵や記号に近い部品が付けられているものなど、現在の常識では考えられない。当然ながら、 現在では使用されていない漢字が存在する。その後、製造機に込まれた金文という文字が登場した。NHK スペシャル、中国文明の謎第2週漢字誕生では、古代メソポタミアの文字が、小取引の記録から始まっているのに対して、政治の方針を決めるための占いの用途で、骨、これまでに一万4000体の院の生贄にの犠牲と、 なった人骨が湿度に刻むために使われ始めた漢字は、文字としては極めて特殊なルーツであったとしていい。例えば、白は人間の頭蓋骨の白に由来する象形文字である。このように、きちんと王を繋ぐための手段として、初期の漢字は始まった。州の時代になると、外交や商取引など多くの用途に漢字が使われるようになり、すると、 それまでの種類だけでは足りなくなった。そこで多くの新しい漢字が作られた。中国では清らかで済んだ様子を聖と仙具と呼び、新芽が井戸端に生えた様子から青に連なる象形文字を用いた。この聖という発音と文字、青は形容詞だけでなく清らかで済んだものを呼ぶ様々な名詞にも使われたが、 これらにもそれぞれの漢字が割り当てられるようになった。水が、聖ならば、清し、日差しが、聖ならば、晴れなどである。このような漢字の一群を、漢字家族という。林、ローン、ルン、林論ンンも、短冊を揃えた様子から発し、揃えたものを示す。象形文字だが、これも車が揃えば、は、人間関係が整っておれば、林、理論整然としていれば、 論という漢字が作られた。このように音符に相当する青、輪などと意味の類別を表す意図が組み合わさった形成文字が発達した。紀元100年頃に五感の巨神が表した説問会字は中国発の辞書であり、9353字の漢字について成り立ちを解説しているが、この中の約8割は形成文字である。 このような文字形成の背景には、中国では事物を完成的に捉え、枠に、漢、はめ込む習慣が影響しているとも言う。このため、音素文字や単音文字を作り出す傾向が抑えられたと考えられる。中が混乱の時代を迎えると、漢字は各地で独自の発展をすることになる。その意義、形ともに抽象化が進み、 春秋戦国時代になると地方ごとに通用する、時代が違うという事態が発生した。そして天下を発した、旗の始皇帝が、時代統一に着手、そして生まれたのが昇天である。旗は、青春の古地を本拠地にしたのであり、その文字は、周王朝から受け継がれたものだったため、その系統性が保持されたと言える。昇天は尊厳にあふれ難解な書式だった。 はたそして後の寛大になると、下級役人を中心に使いにくい焦点の装飾的な部分を省き、曲線を直線化する変化が起こり、これが霊書となった。毛筆で書かれる木管や畜管に書き込む漢字から、始まった霊書は書物から石碑に刻まれる字にまで及んだ。この霊書を走り書きしたものは、草霊と呼ばれたが、やがてこれが草書となった。一方で、霊書、 さらに直線的に書いたものが会所へ発達し、これをさらに崩して行書が生まれた。陸朝から、唐の時代には、書者が広まり、個人や地域による独特の崩れが発生するようになったが、下挙のせいでは、政治という由緒正しい漢字が求められたが、一般庶民では、通りあざや、俗字と呼ばれる漢字が多く使われた。唐の時代には、 手工業者や商人など文字を仕事で使う層が、台頭し、俗字が幅広く用いられた。さらに、木版技術の発展により、会所に印刷書体が生まれ、層朝体と呼ばれる書体が誕生した。秋代から新代にかけて、後期時点に代表される明朝体が確立した。現在、書籍やコンピューター文書などの印刷に使用されている、漢字の書体は、 民の時代に確立された妙長体が中心である。この起源を遡ると、五漢末期に確立された会所に行き着く。ただし現代中国では、さらに簡素化を進めた、艦隊字が多く使われる。火のような大胆な省略、機、机のような動音代替、車のような総書体の借用から、銃、銃、銃のような古事の復活まである。 基本的に十角以下に抑えるため、民間に流布していた文字の他に、当書を集め、文字改革委員会が選択することで決められた。文字は各道具、書かれる媒体、各速度、書き方などにより、字型の様式を変えることがある。この様式の違いが文字体系全体に及ぶ場合、これを書体と呼ぶ。現在、使われている漢字の書体には、天書、霊書、草書、 行書、会社の個体があり、会社の印刷書体として広く使われているものに明帳・体がある。なお、各書体発展の経緯については歴史を参照されたい。漢字は点や横棒、縦棒などの筆較を組み合わせて作られている。ある漢字が他の漢字から区別される筆較の組み合わせを辞体と呼ぶ。漢字は、筆較、筆順、変貌。 変貌の配置構造という構成要素を持つ。この構成方法の違いによって一つの事態を形成する。漢字は点や線で表される筆画の組み合わせで作られるが、必ずしも一字一字が形態として独特であるわけではなく、複数の漢字に共通の部分が存在する。これを変貌といい、変、作り、冠、無理、足、構え、死で、尿などの呼び名が、 字の構成上の位置などに基づいて、これらの共通部分に与えられる。非常に単純な構成の漢字を除けば、多くの漢字はこれらの共通部分を少なくとも一つ、含んでいる。また、共通部分は、場合によってはそれ自体が独立した文字としても、存在している場合もある。これらのうち、一部の共通部分は、武士と呼ばれ、漢字の分類、検索の手がかりとして、 重要な役割を果たす。漢字は造除及び運用の原理を表す、陸書、指示、昇形、形成、会意、天中、仮釈に基づき、昇形文字、指示文字、会意文字、形成文字に分類される。漢字の85%近くが形成文字と言われている。日本の国字は、それぞれの部首が本来持つ意味を解釈して新たに、組み合わせて、 会議に習って作られたものが多いと言われる。漢字には同じ語を表すのに異なる字体を用いる場合がある。例えば、体を意味する、体という音を持つ漢語には、体、体、体という何通りかが当てられるが、これらは同じ漢字の異なる字体とされる。互いに同じ意味と音を表しても、字体をことにする字を一体と呼ぶ。異体字の間で、 正式に用いられる字体を政治、または本字と呼ぶ。本字の認定は時代や国によって異なっている。一方、民間で広く使われているが、政治とは認められない、異体字を俗字と呼ぶ。また政治を簡略化してできた、異体字を略字と呼ぶことがある。戦後、中国でも日本でも漢字改革が行われ。 痛いザカ間でも簡単な字態を政治としたり、新しく簡略化した字態を作ったりした。中国では地形の複雑さを基準に、元の政治を反対あざ、勘化された事態のものを簡体字と呼んでいる。簡体字は1956年の漢字簡化法案交付以降、正式に用いる事態として選ばれている。一方、日本では1946年の 東洋漢字表と1949年の東洋漢字アザ大表で簡略化された事態を定め、以後、使用してきた。このため、東洋漢字表を以後に用いられた事態を新事態、それ以前に用いられた事態を旧字体と呼んでいる。反対あざ、旧字体と、反対あざ、新字体とは、手と体、一万と万のように全く字型の異なる俗字を採用したものもあるが、 生と、声、意と、意のように一部を使ったものや、学ぶと、学のように一部の字型が変形されたものが多い。アザ型の分析は、巨神の、説問開示に始まる。ただし、そこで求められていたものは、字の本意と開示を探ることであり、古典解釈学のためであって、親父には、主に焦点が用いられている。しかし、その部手法や陸書、古字、 異体字の分別など構成に大きな影響を与えている。このような字型によって分類された字典を辞書という。節問開字は540部首で、小点9353字及び十分1163字を扱っている。節問開字を発展させたものに、ハの小屋王の玉編がある。玉編は、字義を分類して示すとともに、反説による、 オン情報が付けられ、親父は霊書体に改められている。542部首で12,824字を扱っている。玉編は日本での辞書の成立に影響を及ぼしている。こういった開示を重視した部首法を取る辞書に対して、検事という実用的な目的から部首法を発展させた辞書が現れるようになった。その乱章は、寮の僧侶業。 ひとの龍眼手鏡であり、説問会人が転書に従って部首を立てたのに対して、会書体の地形によって部首を立て直し、地形を次元から切り離して記号として扱い、さらに部首字を成長によって四巻に分けることがなされている。龍眼手鏡は二百四十部首で二万六千四百三十四字を扱っている。その後、金の藩高彦、藩道明によって、 五因変換が作られた。その特徴は、部首字を五三十六字母と成長によって配列したことであり、また部分的にではあるが、部首以外の部分の比較数順二字が並べられている。四百四十四部首で五万四千五百九十五字を扱った。民の万四十三年、六百十五年倍、要素によって作られた。 G はその後の辞書の基範となる画期的な辞書であった。部首の統合整理を行って214部首で33,179字を扱い、部首字及び各部首に属する親字を比較数順に配列したのである。その方法は214部首49,004字を収録した清の後期辞典に継承された。漢字一字は中国語の一音節を表す。 中国語の音節構造は、シ音母音、シ音である。現代の中国語では、英語のように、多重子音はない。また母音は、見え母音まである。中国の伝統的な音声言語学である、音音楽の分類では、五等シーン、ゼロシーンを、聖母、母音、または、母音語尾シーを陰母という。さらに、中国語は一音節の音の工程で意味を区別する。 トーン言語であり、この音の工程の違いを成長という。つまり、漢字音は、聖母、陰母、成長、略して、声、陰、蝶の3つの要素によって構成されると考えられた。古代の漢字音の情報は、詩など陰文にある応音や漢字を陰母別に分類した印象によって得られる。最古の印象は3世紀の声類とされているが、散逸しており、 詳細は不明である。広く一般に通用した最初の印象は七世紀の印象、節印である。それ以前の漢字音は、指経の応音,音などをもとに復元が試みられており、上高音と呼ばれる。中国の字音は、この上高音、節印に代表される中高音、十四世紀の印象、中原音音に代表される金星音、および現行の現代音に分類されている。 古代漢字音復元の基準とされているのは中高音であり、日本の漢和辞典にも反節や詩音で中高音が示されている場合が多い。反節とは、印書や古典の注釈書で使用されている漢字音表記法で、前の漢字の聖母と後ろの漢字の陰母と成長を組み、合わせて表記する。例えば、緩和、暁漢字は重視であり、漢は暁の聖母と、 漢の陰母と成長を、字は、十の聖母と、心しの陰母と成長を組み合わせた音であったと推測される。反節の聖母の代表として使う漢字を字母と呼ぶ。字母は五音に基づき、等では三十字母、宋では三十六字母が整理された。陰母に関しては、節音を壮代に増歩改定した、後音では二百六音画目に立てられたが、 時代や地域を無視してたくさん作られていると言われている。その後、金納王綾香の平水神官引略が建てた、平水院106院がその後の漢詞の応印に、とっては、規範とされた。また、漢字のほとんどが、形成文字であり、それは通常、左側の辺や上側の冠無理をイフ右側や下側の作りを音符とするが、壮大以降、作りに表されている字音こそが、 基本義を表しているのだとする、文節が唱えられた。二十世紀に入り、スウェーデンの言語学者ベルンハルド・カールグレンや日本の東道秋安が上古音の聖母の分類による、単語家族の語源分析を行っている。漢字一字は、大体において一つの形体層を表す。これは古代中国語の一音節が一形体層を表すためである。ただし、古代中国語の中でも、 外来語やオノマトペには二音節一形体素の構造を持つものがあり、これを連綿語という。連綿語は意味は一つであるが、音節数に従って漢字二字が当てられる。例えば武道、琵琶、宝物、甲骨などがある。この場合の一つの漢字はもう一つの漢字と区別されるような一つの意味を持たず、共音文字的な要素が強い。逆に一音節二形体素を表す語もある。 これは、もともと二つの音節であったものが縮約されて一、音節になったものである。これを縮約語といい、漢字一字が挙げられる。例えば、脳、使用書、負荷、派、字字などである。この場合、一つの漢字に二つの意味があることになる。単語が、その意味を歴史的、地理的に変化させるのと同様、語を表している漢字はその字儀を歴史的、地理的に変化させている。 時期は本儀、陰心予志、葛釈儀などに分けられて分析されてきた。時期を研究する中国伝統の学問は訓古学である。本儀とはその字が持つ基本的な意味である。歴史的に考察すれば語源ということになる。本格的な本儀研究は五感の巨神、説問開示に始まる。その方法は時系から本儀を探るというものである。これを 形君とも呼ぶ。陸書という造事法が本義分析に大きな役割を果たした。それは二十世紀甲骨文字の研究に際しても大きな役割を果たしてい。また、五巻松、隆弘氏の尺名は本義を音声に求めた。これを声君という。例えば、実は実である。光り輝いて充実しているからである。ゲッツはケツである。 満ちて書けるからであるといったものである。声くんの方法論は、宋代一行の、有文説や二十世紀、カール・グレンや東道秋安の音声による語源分析に発展していった。陰神良しとは、本義から引き伸ばされて、つまり派生してできた意味である。例えば、蝶の本義は、蝶短の意味で、距離的に、長いことを表すが、引き申されて、長久の意味、時間的に、 長いことも意味するようになる。さらにそれは、植物の成長の意味に引き申され、さらに人間の成長を意味するようになり、長用の区別を生じ、長老、主張へと引き申されていったと考えられる。陰神予志の研究は、現代の合意研究に相当する。それは、古典の注釈で使われて、訓古学から発展し、前巻には、同義語を分類した自我という書物にまめられ、 これにより、古語や俗語などが、系統的に整理された。また、全漢の用有は、方言を表し、同時代の地域言語を列挙して、共通語でまとめている。カシャギとは、ある語を表すのに同音、または、音が近い字を釈用することをカシャクというが、字義の中でカシャクによってできたものを言う。例えば、旧の本義は、川衣もであるが、求めるの意味を持つ。 同音後に葛釈された。やがて、求めるの方が、基本義となってくると本義は、手頃もという別に漢字を作られるように言った。葛釈は、説問会時の陸書で、用字法の一つに挙げられたものである。これにより、字義に本義と、全く関係のないものがあることを説明できる。漢字とは、由来を意味する、漢字に似せた文字を、記字漢字、切った文字、助信文字、 聖歌文字など漢字に由来する文字を派生漢字、仮名などと呼ぶことがある。漢字には本来固定された筆順はない。日本では戦後教育で使われた行書の影響を受けたと類推される手引書によって筆順が決められているが、これは決して漢字の決まりではない。同様に、わねや止め、または線の長短など字型もよし悪しはなく、1949年。 昭和24年4月に東洋漢字アザ代表が交付された際、国語審議会は注意事項として本表の辞退は活字用であり、筆者、解消を拘束しないと記している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。